どうも、ウェダックスです。カーナビを自分で取り付けてみました。とても大変でした。簡単とはとても言えません。はい、作業をする前にですね、知っといてもらいたいんですけども、まず一人ではしない方がいいですね。二人でやった方がいいです。そして何より経験者がいるとより一層いいと思います。カーナビを持ったまま作業するのはとても大変ですので、まあドライバーを取りに行ったりネジを探してる間ね、ケーブルが短いのでどうしても誰かに持っといてもらわないとスムーズに作業できませんので、その辺は覚悟してやった方がいいと思います。はい、でまあ手順なんですけど、まずバッテリーのマイナスを外しといて、一応ね、これはあれか、エアバッグが間違って破裂したりしないようにするために取っとくみたいです。はい、そして作業に入るのですが、一番最初に内装剥がしですね、これを取るんですけど、取れないこんなもん普通の人には絶対取れないっていうレベルでした。もちろん車種やいろいろね、メーカーさんにもよるのかもしれないです。ですが私にはもう一切取れない、もう一生取れないんじゃないかと思いましたけど、なんとか取りました。取った方法紹介しておきたいと思います。はい、映像がいくつか残っているので映像で分かるようになっていると思います。はい、まずグローブボックスがありますね。グローブボックスを先に外してください。多分それはね、これに比べたらすごい簡単に取り外せるはずです。引っかかっている場所を取り外し、下に爪がありますので、その爪の部分を引っ張ってやれば片方を外れますんで、片方を外れたらあとは強引に引っ張ってしまえば簡単に取れます。はい、そしてこれなんですけど、まあいろんな動画やブログではこの左もしくは右にこの爪を突っ込みですね、ちょっと押してあげて引っ張れば取れるよっていう感じです。取れません、まず入りません。でここが本当に1ミリも入らないぐらいの狭さでどうしようもなかったんですけど、右はちょっとだけ刺さったんですよ。でも多分2、3ミリ、5ミリも入ってないんじゃないかなっていうぐらいまでしか入らなくて、でまあそっからほんならこういうのを突っ込んでこうやればいいんじゃないのって思ってたんですけど、無理無理、これが折れます。うん、でもう悪戦苦闘したんで、もうこの辺見てください、傷だらけです。で仕方がないので考えた結果、まあこうついてるんですけど、グローブボックスから手を突っ込みました。するとここになんとか手が届きます。この爪をなんとか押してここを引っ張ったらパコって取れたんです。でここがパコって取れたら真ん中もパコッと取れて、ここは取れなかったんですけどちょっと緩んでる感じ、うん、でやっぱりここは隙間がなくて、もう隙間がなくてこう何回もこうしたから傷だらけになってるでしょ。でこっちはちょっと入ったんでちょっとだけ入れといて、こうちょっとグッと入れて、この右側のちょっとめくれてる部分を強引にガーって引っ張ったんですよ。ほんなら本当に私の出る限界の力で引っ張ったと思います。バコって取れました。でここが取れてしまうと、まあ下は取れちゃってるんで、ここも緩んでバシッと取ることができたんですけど、今多分2分ぐらいで喋ったと思うんですけど、1時間かかりました。はい、もうゾッとするでしょ。もう本当に無理なんじゃないかと思いましたよ。でなんとかこれが取れたらもうあとはスイスイ進みましたね。で A ピラーを取るんですけど、 A ピラーを取る前にドアの上にあるゴムを全部めくって、で A ピラーを剥がす。で A ピラーも基本的に硬いだけで3点止まってるんで、その3点の支点の部分をグッと引っ張るとパコッパコッパコッと取れます。はい、これも結構大変ですけど、これに比べたら楽勝だと思います。はい、あとは ETC を上につけて線を隠しながら A ピラー通ってグローブボックス通ってここへ帰ってくる。で GPS もここにつけて線隠してグローブボックス通ってここに帰ってくる。はい、それをあとはカーナビにつなげ、で
あとはカーナビ最初についてたやつ取ってカーナビにつけて収めてネジを締めるだけですね。はい、そこでバッテリーをつないで動作確認しました。あ、一つアースの取る場所、意外と誰もアースの取る場所を説明してくれてないのと、どこから取っていいか正直わからなかったんですけど、で映像に残したかったんですけども忘れてて、もう必死で、で奥の方にボルトがあって、プラスドライバーで緩めれば外せるボルトがあったんですね。2本あったんですけど、それがどうもボディと接してそうだったので、そこにアースはつけました。カーナビと ETC となんか3つぐらいアースあったんですけど、全部そこにつけました。だからアースを1本貸しとけばいいんですよね、多分前もって。エレクトリックタップやかな、よくわからないんですけど、そういうのでアースを1本貸しといてあげれば1箇所つなぐだけで済むと思います。はい、そこにつなげて、でまあなんとか収めて、でエンジンをかけました。無事に動きました。配線の方は前もってかなり調べてたのと、その説明書通りなんですね。そして昔は車速とかパーキングとかは別の場所にあったので、運転席の横とかにあったので、そこまで線回して配線しないといけなかったんですけど、今の車っていうのはすぐ通輪開けたらすぐありますんで、そこの白いやつに挿すのと青いやつに挿す、これだけで終了します。はい、だから配線自体はそんなに難しくない。スピーカーケーブルとアクセサリー電源ケーブルと、普通に常時のつながる電源と、あとはなんかな、それぐらいだと思いますよ。そんなに難しくないです。はい、それさえできれば、理解していればそんなに難しくないと思います。はい、何よりこいつです。これを取るのが大変でした。はい、そしてなぜこれがここにあると思いますか。はい、私は何の知識もなくワイドのカーナビを買ってたんですよ。でこれにワイドとかワイドじゃないのがあるのなんて知らなかったんですよ。でこれはあるとは、デフォは180ミリなんですね、この幅が。でワイドのカーナビは200ミリなんですよ。だから2センチの差があるので、入るわけがない。やったー、できたーと思ってこれを刺そうとしたら刺さらないんですよ、ここが。でうわーどうしようと思ったんですけど、そこはすぐネットで調べたら、純正品が 2,3,000円でネットで手に入るということが分かったので、ああよかったと。はい、まあまあしばらくね、 2,3日、もうちょっとかな、これがない状態で車を運転していましたが、無事に新しいこれが届いてはまりました。はい、なので間違ってワイドを買った方も大丈夫ですよ、ちゃんと売ってますんで買ってつけてください。はい、そんな感じですね。YouTube の動画の大体がその大変さがあんまり出てないので、私は本当にカーナビを個人でつけるのは大変だということを訴えときたいと思います。はい、それなりに覚悟して作業は2人で、できれば経験者の方に頼るなり、本当に心配な人はディーラーなりオートバックスなりイエローハットなりで取り付けてもらった方がいいと思います。はい、ただし1回やるとですね、かなり勉強になります。アクセサリー電源とか常時接続電源の取り方がだいたい見えてきます。なので装飾とかいろいろチャレンジできるんじゃないですかね。はい、私は多分やらないですけど、ホグの色なり LED にするなりしてみたいかなと今は思ってるぐらいですけども、はい、車を一度触ると愛着が湧きます。なので好きな車がより好きになれるので、やってみる価値はあるかなと思いました。はい、ただしすごく大変です。はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。